こんにちは、いでチャンネルのいであさとです。今日はですね、江戸川区の行船公園に来ております。なんと入園料完全無料の動物園があります。いやー、無料って言うんだから全然大したことないんでしょって思うと思うんですけど、フンボルトペンギンにアリクイにオタリアにワラビーに、もうあ、こんなのまでいるんだっていう動物たくさんいます。その中で一番のおすすめはプレーリードッグです。本当にちっちゃくて可愛いプレーリードッグが本当に愛らしくて、僕はプレーリードッグ一番一押しですね。行船公園通りながら自然動物園に向かっていこうと思います。じゃあ行ってきます。行船公園にはこういった日本庭園のようなエリアもありますね。癒されますね、やっぱりこの水の音と秋の植物たちと。あの自販見つけるとダメですね、絶対買っちゃう。やばい、お釣り取り忘れじゃん。着きました、浮田自然動物園。まだ外なんですけど、もう後ろにはリスザル見えますね。じゃあ中入っていきましょう。マスク外して寒がるように写真撮っとこうと思います。写真とか動画回しとこうと思います。
プレーリードッグ見れませんでした。残念ですけど他の動物たち見ようと思います。自然動物園でした、プレーリードッグ見られなくて悔しくてプレーリードッグ缶バッジ買っちゃいました。これだけですね、お金かかったの。ぜひ休日のお出かけスポットにさせていただければと思います。もうちょっとお腹も空いてきたのでお昼にしようと思います。近くにベトナム料理のフォーのお店があってずっと気になっていたのでそっちに行っていたいと思います。行ってきます。フォーの専門店に行ってきましたね。フォーやってませんでした。ちょっと食べれるとこ探します。